はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、昨日大城選手のまあ復活というか、すごくいい活躍がありましたので、まあね、巨人のキャッチャー陣というのがこれからどうなっていくのかというところをね、ちょっと今日お話していきたいなというふうに思っております。僕の考えというかね、結論ですけども、僕は大城選手をいきなりこうレギュラーとして、使うんではなくて、今まで通りですね、ピッチャーの相性であったりとか、調子なんかを見ながら3人、小林選手、岸田選手、大城選手を起用していくっていう形がいいんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ理由としては、やはりね、大城選手が離れてる間、まあ2軍に行ってる間に、まあ間違いなく支えてくれたのは小林捕手と岸田捕手だったと思いますし、まあ、大城選手もね、まあ、ずっと成績をね、これまで出してきて、すごくいい選手、いいキャッチャーではあるんですけども、まあ、今年の活躍なんかをね、二人の小林、岸田の、活躍を見てるとですね、そんなに簡単に、まあ、レギュラーとして、というかね、全試合出場してっていう形で、やるっていうのは、僕は、どうなのかなっていうふうに思ってるので、そういう結論に至りました。じゃあね、大城選手の、まあ、成績であったりとか、まあ、3人のね、成績、僕が考えてることであったりとか、ちょっとね、1月に岸田選手と、まあ、自主トレしてる際に、岸田選手が、まあ、言ってたことなんかを、ちょっとね、言っていきたいな、お伝えしていきたいなというふうに思ってます。まず、大城選手の、まあ、成績からなんですけども、5月8日に抹消されておりますと。で、その抹消理由がですね、なかなかこう、まあ打撃の面で成績が出てないというところと、まあ少しね、まあ失点が多かったっていうところももしかしたらあるのかなっていうふうに僕は思ってます。で、まあ肝心の打撃の成績なんですけども、まあ1割8分1厘、まあ0ホームランというところで、まあ本来のね、打撃は全然まあできてなかったっていうのがね、正直なところだと思います。で、5月8日に、抹消しまして、で、5月31日に、再昇格、1軍にね、昇格してきたんですけども、その間ですね、まあ、2軍で、16打数2安打、打率が1割2分5厘、1ホームランというところで、まあ、昇格前に、ホームランを打ちまして、まあ、上がってきたという形になっておりますと。で、上がってきてからではですね、2割3分5厘で OPS748 というふうなね、形で、成績を残しまして、まあ、1回目のね、降格よりも、打撃の成績は上がってるというところ。で、すべての成績、1軍成績を合わせますと、1割9分8厘で、OPS486 というところで、まあこれからね、まあ試合にね、出場していければ、ある程度 OPS というところもね、打率というところも上がってくるんじゃないかなっていうふうに僕思っております。で、岸田選手であったりとか小林選手の成績なんですけども、岸田選手が非常にね、今年、ブレイクというか、まあ非常に力を出しているというところで、打率2割8分4厘、1ホームラン、OPS725 で、盗塁阻止率が5割5分6厘というところでね、盗塁阻止率も非常にいいというところでございますと。で、小林投手はですね、打率1割5分、1ホームラン、で、OPS444 で、盗塁阻止率が3割というふうな形になっています。で、まあ、僕がね、1月、まあ、岸田選手をね、自主トレしてだから岸田選手を贔屓してるとか、そういうのはなくてですね、まあ非常にまあ今年の成績であったりとか、まあ勝ち星とかね、そういったところをフラットに見ると、やはり岸田選手の台頭というかね、成長っていうのが非常に著しいかなっていうふうに思ってますと。で、まあ先ほど言ったように、まあ自主トレ一緒に手伝ってましたけども、岸田捕手がまあおっしゃってたというかね、言ってたのは、まあ種松コーチかな、バッテリーコーチの種松コーチがいるんですけども、種松コーチがおっしゃってたのは、まあ、打つとか、守るとか、まあ、いろいろあるけども、やはり、チームを勝たせられるというかね、勝ち星というところを、安倍監督は非常に重視したいというふうに、言ってたよっていうふうに、種松コーチから伝えられて、オフを迎えたっていうところがあったんで、まあ、そういったところでですね、僕の、まあ、自主トレ、一緒に手伝ってました。一緒にというか、まあ僕はもうほぼ一人で手伝ってたんですけども、まあ打撃練習もそうですし、まあスローイングとかね、いろんな配球もそうですし、いろんなとこもそうですけども、
やはり岸田選手ね、そういうふうに、コーチに言われてましたから、言われましたから、オフの期間もね、どういうふうに、どういうふうなことをすればチームを勝たせられるのかとか、まあ自分のね、技術向上ももちろんですけども、まあそういった他の、まあ配球でもそうですし、考え方であったりとか、いろんなところを、まあね、まあ詳しくはまあ別に言いませんけども、まあいろいろね、試行錯誤したりとか、いろいろこう考えながらね、日々練習をしてたんでね、そういったところを見てると、まあやはり、まあ僕はね、今年活躍するんじゃないかなというふうに思ってましたし、まあ例年以上、僕2年連続で自主トレを手伝ってるんですけども、まあその、まあ2回しか手伝ってないんだけども、その前の年より非常にね、今年のオフっていうのはですね、去年のオフかっていうのは、非常にね、意識高く、まあいろんなところにもアンテナ張りながらやってたなっていうふうに思うので、まあ今日ね、今日までね、成績見てもこんだけいい成績出てますし、それはね、そういう準備のところであったりとか意識のところっていうのが、まあ岸田選手の中でも少し変わったところはあるんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、まあ僕が気になるのは、まあ今日のスタメンなんですよね。6月7日か、7日の金曜日、まあオリックス戦、6時からやるんですけども、今日戸郷投手が組む、投げるんです。で、もともと戸郷投手って、まあその、小林投手とかもね、組んでました。まあ大城さんもね、もしかしたら序盤組んでたところもあったかもしれないですけども、まあ大城選手が5月8日に抹消されて、31日に上がってきたんですけども、それの間に、岸田選手と戸郷投手がね、組む時がありましたと。で、そこで初めて組んだ試合にですね、ノーヒットノーランをして、で、次の試合もすごくいいピッチングをしてっていうのがあるんで、今日、僕が、注目してるのは、昨日、大城選手が、まあ、ホームラン打って4打点をした、すごくいい、まあ、打撃の状態にあると。で、なんですけども、岸田捕手は今ここ2回かな ?2回一緒にマスクかぶってて非常にいい成績を出してるっていうのがあるので、じゃあ、それでね、まあ打撃というところで見たら、調子というところで見たらもしかしたら大城さんかもしれないけども、まあ、戸郷投手が今、岸田選手を組んで非常にいいピッチングをしてるっていうのがあるので、そこで、まあ打撃の状態を取って大城さんと組ますのか、岸田捕手とね、ピッチングが続いてるんで、継続して組ますのかっていうところは非常にね、気になるというか、そこの起用の仕方次第で、安倍監督はどのように考えてるか、守備を重視してるのか、まあ、ピッチャーとの相性を重視してるのか、それとも打撃力をね、重視してるのかっていうのが、まあ、すごく垣間見れるというか、そういったどういう考え方をしてるのかなっていうのがね、非常に、わかるのかなっていうふうに思うので、今日のスタメンっていうのは非常に、僕の中ですごく注目しておりますと。で、まあ、僕の予想はなんですけども、まあ、大城選手には悪いんですが、昨日、すごくいい成績を出しました。けども、僕は、安倍監督のこれまでの采配であったりとか、まあ、発言であったりとか、まあ、守備を重視するっていうようなね、形の采配を取ってることが多いので、僕は、今日岸田選手が出るんじゃないかなっていうふうに思ってますと。で、まあ、それは実際どうなるかわからないですけども、僕の予想は岸田選手が出るんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、まあ今ね、まあ大城選手がまあ1ヶ月弱ぐらい、まあ1ヶ月は、まあ弱ぐらいか、1ヶ月弱ぐらい2軍にいましたと。で、その間に、岸田選手がまあ山崎伊織投手であったりとか、戸郷投手であったりとか、赤星投手、堀田投手などとね、まあいわゆるまあ若いピッチャーと結構組んでますと。で、小林捕手に関しては菅野投手であったりとか、まあ1回投げました、又木投手の時にね、先発被ったりとかしてましたと。で、そういったところを見てると、まあ、岸田選手が非常に、まあ、若いピッチャーの、この、なんていうんだろう、気持ちをぐっと掴んでるというか、まあ、実際ね、勝ってるんで、若いピッチャーというか、まあ、そういったところを捕まえておいたら、そのピッチャーたちが、こう、成長していくときに、岸田選手がいいですっていう風な感じになってくるとね、すごく、こう、岸田選手のスタメンの回数が増えていくと思うので、そこは大城さんはね、感じてると思うし、僕は、もう一回ね、まあ、大城選手は、まあ、去年までね、絶対的というか、まあ、その、レギュラーでしたけども、まあ、今年のね、岸田選手の活躍もそうですし、まあ、2軍に落ちたっていう、1ヶ月ぐらいね、落ちたっていうのもあるので、もう一回その、保守の、なんていうの、レギュラー争いというか、まあ、競争というところが、まあ、激化するというか、大城選手は、レギュラーだとか思わずに、本当に岸田選手が今こういう若いピッチャーとね、すごく組んでいい成績を出してるので、そこを奪い取るような形でね、頑張ってもらいたいなというふうに思うし、まあ岸田選手の場合は、
非常にね、今、ようやく、巡ってきたというか、非常にいいチャンスというか、岸田選手の選手生命にとっても非常に大事な期間になってくると思うので、そこはね、負けないように、打撃も引き続きそうですし、まあ、ピッチャーというかね、コミュニケーションもそうですし、失点というところもね、できる限り抑えていってほしいなと。まあ、小林投手もね、もちろんそうなんですけども、まあ、この3人がいるっていうのは、まあ、12球団で、僕はトップの捕手陣だと思うし、まあ、巨人がね、勝ててるのはピッチャーのおかげっていうのはもちろん大きいですけども、まあ、キャッチャーのね、まあ、配球であったりとか、コミュニケーションであったりとか、まあ、打力もそうですけども、非常にね、そういうところがうまく噛み合ってるんで、ジャイアンツが今、1位にいるんじゃないかなっていうふうに僕、思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。